吉田さん、お金がないならお金を得る方法を取ればいいのかなと思いますね。まあ私的に一番お金を得るのが簡単なのは、まあ今は簡単といえばね、まあ利回りを得ることですかね。ほっときゃ入るんで金利が。次がビジネスをすることかなと思いますよね。ビジネスっていうのは人の困った状況に合わせたサポートしてあげることで、何らか人に役に立てば、まあ、お礼がもらえるかなっていうところでお金がいただけるんではないかなと思うんですよね。私的に一番難しいなと思えるのはお金をもらうっていう行動ですよね。何もせずにお金くださいっていうだけでお金がもらえるかっていうと、私の立場難しいですね。多分誰にお金をくださいって言っても、いや持ってるでしょって言われたり、稼げばいいでしょって言われたりとかして、多分取り付く島ないと思うんですよ。逆に私が一文無しだった時に人に頼んだらお金もらえたかなと思うんですけども、今よりももらうチャンスは増えたんじゃないかなと思うんですよ。変な話ね。ということで今回はお金を手に入れる方法3つをちょっと比較してみました。投資、ビジネスで稼ぐ、もらう。他何かありますかね。いってらっしゃい。